こんにちは、モナコの萌えピンクッキングです。今日も見てくださってありがとうございます。今日はね、キャベツとしめじの炒め物したいと思います。キャベツとしめじです。これだけなんですけどね。はい、お願いします。このキャベツはね、これで 680g ほどありました。これをね、半分かな、3分の1ぐらい切り、3分の1くらいかな、半分ほど切りますね。そしてこれがいい、春キャベツの柔らかいのです。硬いとこはちょっと薄くして、あとはだいたいやばいと思うのでね。で、これを洗いますね。ボウルに入れて、キャベツをね、切っている間に、いや、水切りしている間に、今度はしめじです。今はしめじです。これをね、ちょっと小さくしていきましょう。切って石突きを取っていきますね。しめじの、ね、石突きを取りましたよ。これをね、ちょっとね、小さくしていきますね。はい、それではあとはね、炒めていきましょう。オリーブオイルを入れて、そしたら今度しめじ入れますよ。で、キャベツも一緒に炒めましょう。ベーコンがあったら、これにベーコン入れてもいいですね。今日はこれだけで、なすとかね。これに本だしをちょっと、本だしを小さじ半分くらい入れました。で、こしょうをしましたよ。そして塩、縦半分ほど入れましたね、塩。
とてもいい匂いにするんですけど、あと塩加減とかね、調節してくださいね。使ったら入れるとか、醤油を入れてもいいですね。ちょっとだけ、ちょっと入れてみる。周りから。とてもいい香り。ちょっと味見してみましょう。とっても美味しくなりました。ちょうどいいです。味もおつまみにもご飯のおかずにも進みますね、これ。はい、これでいいです。すぐ終わりますね。はい、できました。簡単だけどね、ご飯のおかずにもおつまみにも合います。とても美味しくなりました。味見したら。はい、今日も見てくださってありがとうございます。できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、体にたっぷりの野菜です。ありがとうございます。